ちょっと届き物がいますわよ。うるさい、地獄に落ち上がれますわ。うるさい、見とするわ。よし、はいさーん。そうなんだよね、さっきもちょっと話したけど、自分のさ方言めっちゃきついので、喋る前としてるんですよね、活動最初の時から。そのせいでなんか慣れてねえ言葉で喋ってっから、まあ、余計抑揚がなくなって怖いみたいなのは多分あると思う。結局さ、あれなんよな、なんかからしれんこんっていうね、 M1 去年出てて、今年決勝上がったっけ、からしれんこん上がったよね確か。あれ、まっちゃんに怖いって言われてたので、なんか余計になんか方言喋るの怖くなってたな、あれ聞いて。ツッコミが怖いみたいな、ちょっとやめよう。あの辺の方向怖いんだよな。え、早っ。ゲンさん。早速、ゲンさんか。お願いします。はい。これ、おねえ言葉で話した方がいいですか？どっちでもいいです。どっちでもいいですよ。あ、そうはね。じゃあ、私が報告するわ。私、ロアエンジンでゲンさんが殺されてるの見たんですけど、もうこれ、ローラーでいいわ。ユイさんが殺してるの見たな、私。あら、見た？あら、あら、おねえ太鼓来るか？とんでもない輩が今し いらっしゃいますわよ。お嬢様、ボロボロ、お嬢様、ボロボロよ、お嬢様。今届き物、不届き物が時代背景おかしい。あんま固まってないね。アベレジさんがユイさんが殺してるの見たと。目の前で見たわ。でユイさんはアベレジさん見ました。アベレジさんが私やったのちゃんと見てます。なのでアベレジさんが普通に喋り、普通に。アベレージさんがロアエンジンの一番下のあのタスクやるでゲンさんを やりまくっているのを見ました。やりまくっている。いかしか殺せないわよあんた。まあ、単純にさ、アベレージさんがユエさんが殺したっつってのユエさんがすぐ反論してアベレージさんが殺ししましたって言わないのおかしいと思うけどね。ちょっとおねえ言葉に戸惑ってしまった節がある。なるほどね。なるほど、なるほど。いいブラフね、それは。甘いのよ。あんたまだまだね。おお、あ、本物が来た。ニューカマーが来た。ニューカマー、本物が来たって言ったんか。勝てんわそれには。僕です、すいません。まあ、補足するなら、ユイさんは殺した後に弁当に潜ってたわ。なので報告ができなかったわ。あら、そうよね、ユイさん。私は弁当になんて潜ってないよ。私潜りました。あら、まあ、もうローラでいいの？いろんな意味で潜ってたのね、あなた。投票しましょうか。え、待って。ローラでいいと思います。これいつまでやるん？ちょっと。届き物がいますわよ。うるさい、地獄に落ち上がれますわ。うるさい、見とするわ。ゆいさん、不届き物しか言ってなかったけど。お、来るか。あー、ナイス。やめよう、もう諦めよう。要素には無理、これ。はい、押しました。オカマが押したと。はい、もうね、ノーラでいいんじゃないかしらね、うん、覚悟あるのね。中野ってさん、ニュート解除。、うん、どうしましょう、こちら。もうどちらで言えば死んで解放されたいわ。つらなっとるやん。シチレット夏目さん入れとるし。僕はスキップに入れます。これ何これ。僕スキップに入れてますけど。
お芋スキップに入れとく。これアベレージさん入れちゃった、はい、じゃあアベレージさん入れた。もうちょっとアベレージさんに苦しんでほしい。これは鬼ね、介護ロシア。楽にさせてあげた方がいいかなって。ミュート。んーしょ。なんか可愛いさ、言葉の方言で生まれたかった。前もちょっと話したことあるんですけど、三重ね出身、あのお姉ちゃんいるんですけど、僕お姉ちゃんの友達が三重出身で、めっちゃ可愛かった。なんだっけなんかしてあげたときにさ、はい、あ、一応アドミンで見てたんですけど、エレクトリカルから、メッドベイにダクト移動したのを見たんで、うん、あ、それ変動したとね、そこ、はい、キョコンって、そこは同時になったんでちょっと落ちただけです、ね、タイミング教えてください。うん、もうちょうど直前です。じゃあセンターに絶対違うばい。一緒にいたからね、ヤクタで。トリカルいて、シールドコミュニケーションまで行ったんだけど、それの見間違いとかじゃないですか。僕、メドベイにいましたけど、ちなみに。ああ、じゃあちょうどだったかもしれない。申し訳ない。それは。まあ、肥料不正だということで。はい、うん、すいません。そうね。はい、OK です。すごい。お姉やると論戦が進まない。そうね。そうですね。そうね、メモリでちょっと。そうはよね。難しいわね。でも、なんでいいの？まさかりさん誰やってくれると思ったんだけどな、この会議で。え、ちょっと待って。これみんなが悪いです。みんなが悪い。これはちょっと僕のせいなの。これみんなが、これみんなが悪いわ、これ。マサちゃん頑張ったのに、あんたたち。何も言ってあげないもん、ひどい、最低。ジグジさん助けて。あんたお酒かわいしゃ、マジで。うわ、もうリアルなんよな。マシャカリさんがかわいしゃ、マジで。飲みが足らないわ、マシャカリ。ひどいわね。しっかり飲むのよ。ほんまに。ほんまに。クロスさんが見たってことでよかったかな。それだけ。はい、OK です。共有事項的にはすごい大事なことやと思うから、はい、アベレジさんは買い殺しでいいかな。おだまり。それが言いたいだけだったね。絶対準備してたわ。言いたいだけ。早くスキップ入れなさいよ、あんたたち。何してんの、あんたたち。本当だ。早くしなさい、ちょっと。スキップ入れてもろて。なんでセンターに入っとる理由がようわからない。もうようわかんないわ、もう。自投票やろ、これセンター。違うとね。あなたさん、ミュートばしてくれるね。シールドのど真ん中。シールドなので、おそらく、停電の最中にサクッとやったのではないかと思います、うん、シールドね、シールド、シールド。上でクロスさんとはすれ違っとるけど、あれクロスさん対ナビゲーションから来たとよね。方言で行くんだ。あ、ずっと方言で喋りよるよ。あれクロスさん、あ、ミュートだ。クロスさんミュートなっとるわい。
すいません、ナビゲーションから、ウェポン入って、そこからカフェティリアに入ったところで、アルトさんとすれ違いました。まあ、多分アルトさんから見たら僕は怪しいに見えちゃうんじゃないかなと。まあ、見えるけど、でもあのリポートボタン押しとるとと、あと多分ナビゲーションから来たとやろうなっていう動き方ばしとったけんが、そんなに怪しいとはまあ思っとらんです。はい、ぐらい。僕のあれは以上。ウェポンちょっと上ぐらいの。クラスタンって、はい、ごつい横ぐらい。中野っちさんとすれ違ってないんじゃろう。中野っちさんとはすれ違ってないですね。まだだったら。マシャカリさんとさ、うん。マシャカリさん何してた？僕カフェテリア行ったよ、左上。ああ。夏目先生は？自分メッドベイいたんですよね。アドミンでさ、中野っちさんとマシャカリさん。一緒にいなかった。中野っちさんといたのはアドミンにいて、でアドミンでエレクトリカル一緒に行って、そこからはぐれた。で中野っちさんがストレージから、コミュニケーションシールドの方に行ってたのは見て、でカフェティリアに俺も行った。ん？エレクトリカル一回入って、いや入ってない入ってない。エレクトリカル入る前に電気をは戻って、でストレージから中野っちさんが多分シールドコミュニケーションに行ってんなと思ってカフェティリアの上の方で別れた。あカフェティリアストレージの上の方で別れた。ということは停電後に亡くなってるってことです？いや、わかんないですけど。停電開けたタイミングではストレージで俺はマシャカリさんとすれ違っとるぐらい。ねえ。うん。それは証言できる。え、ちょ、もう一回。マシャカリさんがボタンをお願いします。へい。あ、ごめんなさい、ミュートで喋ってました、ずっと。はい。その殺害されたタイミングですけど、先端さんの感じ、最初の報告だと停電中じゃないかって、まあ、そのおっしゃってましたけど、うん、今のマサカリさんの話だと停電前まで、停電すぐ開けるからっていうことでエレクトリカルから引き返してるじゃないですか、うん、で、その時にストレージシールド方向に抜ける中西さん見てたっていう話ですよね。まあ、多分そっち行ったんだろうなって、僕ストレージからカフェテリアの上行ってたから、そこを中野さんがいなかったから、まあ、まあその最終目的がストレージから右へ抜けるかなっていうところですよね。そうそうそうということは停電開けてますよね。それそうですね、治ってるね、おそらくですよね、その話だと、うん、おそらくって何なんだ停電治ってエレクトリカルで停電治って右行ったんじゃないの？ふわふわしてるわね、あんた死ぬわよ死ぬわよ。まあ単純に停電開けで死んでるっていう証言が取れたから、今。え、だって俺見た人いるよね、誰だっけ。あ、違う、マシカリさんが怪しいとかじゃなくて、ナビゲーションウェポンズカフェテリアで行った人間は白なんじゃない、誰か忘れたんですけど。クロスさんやね。クロスさんが白じゃろ、だったら時間的に無理じゃん。僕は停電のタイミングで倉庫入ってましたね。僕は神宮寺ですけど、エレクトリカルで停電を直そうと思ったら、もう先端さんだと思うんですけど直されてて、で奥でタスクやってる時一緒だったんですけど、終わった時にもう先端さんいらっしゃらなくてのレポートだったので、うん、時系列で言うと先端さんのセルフか、もしくは右が誰かっていうところになりますよね。あと誰、アルトはストレージ行ってそのままカフェ通ってウェポン通って、でその下のところでちょうどクロスさんとすれ違っとる。そうですね。で、その停電開けたタイミングのストレージ移動中、上に移動中にマシャカリさんがエレクトリカル側に上から移動してとか見とる。あ、クロスタスク終わりました。誰かに言っても。夏目さんはどこ行ってたんだっけ？メッドベイ。夏目さんかアルさんっぽい。メッドベイ、メッドベイ行った。行こう。でもな、さっきやべ、要卒ぶっちゃいましたが、実は保育卒です。要卒の方が上、学歴詐称しちゃった。
高卒は数字わかるけど、法卒は数字わかんないからな。知らんけど。門番おりゃ。はいはい。はいはい。センター怪しんでんのって、及川夏目先生？え？そう、多い。あ、置いて、俺のことね。多い。センター、それはちょっと一つないって言いたくて、クロスさんが、俺とセンターが、リアクターでタスク場しよったときに、エレクトリカルからメッドベイに移動した人間ば見とるって言っとる件が、こういうのがないよ。それは別に否定されたでしょ、それは。え、そもそもクロスさんとオルトさんってすれ違ったんじゃないか、メディア。あの、停電抜けたタイミングがすれ違ってるんで、うん、多分。じゃあ無理じゃん。あ、停電抜けた直後、はい、はい。あ、じゃあ無理だ。え、なんか、イベントとかあるかなと思って。はい、どこですれ違ったんですか、メディア右手かな、確かに。じゃあ無理だね。そう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 。イベントの位置見えます、それ、そこから。はい、見れます。あ、じゃあ無理なんじゃないですか。さすがに厳しいんじゃないかなと思います。じゃあ誰が怪しいんだ、一体。わかんない。誰だ、あんたたち全然私に触れないわね。まあ、買い殺しやもう。あんたもう知るよ。でも、あんた腫れ物扱いじゃない、私。どうすればいいの、私。かなと思って。え、もういいかなって何、あんた。あんま関わりたくないなと思って。ちょっとセンちゃん、セン ちゃんあんたね。ってことは何、神宮寺さんも無理なんだっけ。僕は無理、絶対無理。ええ、センターさんが一番見てると思う。夏目さんがメッドベイにいたかどうかは誰も証明できてな ないできてない。夏目マシャカリが浮いてるんか。じゃあ見とらんね。あ、私も浮いてる。あ、じゃあクロスそもマシャカリだと思うんだけど。なんで中野地さんをさ、自分アドミンでマシャカリさんがとも中野地さんが2人でいるところを確認してるんですよ。うん、中野さん死亡のタイミングでその情報を真っ先に言わないし、停電明けで殺した誰だったっけ、それマシャカリさん。うん、マシャカリさん分かってるはずなのに言ってないから。あ、じゃあペアでいいんじゃない、夏目さんとマシャカリさんペアでいいんじゃない。わ、一緒にやらない、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 絶対ペア、絶対ペア、夏目さんマシャカリさんペア、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 ペ。神宮寺さんの、ね、感じはちょっとギリ笑えないよね。ギリギリ笑えないんだよな。なんかちょっとね、本当っぽいから。笑ったら失礼かなみたいな感じ。マシカリさんかな。マシャカリさんでいいんじゃないですか。これびっくりしたんすよ、急に電気が消えて夏目先生がどっか行って探してたら、はい、どっか行かんやろ。行く行く行く。というか電気ついたの一瞬でしたよね。うん、クロスさんがもう目の前に貼っとると知っとった件がもう何もせんかった。なので絶対ありえないと思います。え、じゃあ誰が殺したんや。観念し、あなた観念するのよ。いや、ちょっと待ってください。お黙り。言いたかっただけ。言いたかっただけ。まず、先に、ゆいさんの事件があったんで、アベリジさんから行きましょう。
私私カメラ見ててセキュリティでね、あの死体発見してナビゲーションの上側に死体があったの見つけたわよ。で私左側でいたのに右側でナビゲーションの上側に死体があるってことは絶対にこれ私ありえないわ。だからあんたが犯人、地獄に落ちな。急に来たな。溜めてたね。まちゃかりさん。溜めてたね。停電直前に溜めとったね。ごめんなさい、肉汁です。停電直前に一応ですけど、停電直前にナビゲーションのところでまちゃかりさんと夏目さんそれ違うのを会いました。で、ナビゲーションの廊下、この字の廊下で夏目さんの死体発見してます。はい、クロスです。最終的にリアクターを直したのがアルトさんと、先端だったので、ないかな。いいですか、アベレージさんかな、アベレージさんか、アベレージさんか、私投票入れてるわよ。 あ違う、直したの、リアクター直したの、ドジコ出ちゃったわね。ちょっといいですか、はい、おだまり初手相方、そうさっきのオカマに相方が負けてずっとアベレージも釣られないしもう絶望でした。辛かったのね。ごめんな。ゆっくりお眠り。あんた頑張った。頑張ってよあんた。おかまバーで悩みを聞いてもらってる人みたいな。とりあえずこれ飲むのよ。母さんたちが優しい。あー終わった。お疲れ様でした。ゆいさんごめんね。まさかりさん厳しい戦いをしてしまって申し訳ない。いや一番僕が厳しかったですよ。何より厳しかったの僕ですからね。自分で厳しめただけだろ。本当ですよ。自らに課した制約と制約で。そうっすよ、もうこだまりって言いたいだけ。完璧やった。クロスさんはエレクトリカル前に張ってるし、アルトはリアクター前におるし、セキュリティにアベレージさんおるしって。終わってから全くゲームのこと喋ってなかったです。表現って何でしょうねとか、東と西ではみたいな、普通に雑談しましたもん。誰も議論聞いてないんじゃないかなっていうぐらいの感じ。いや、申し訳ない。いやー、私こそ。全然議論が頭に入ってこない。エンタメ界でしたね。せめてみんなでやりましょう、次やるときは。みんなでやりましょうね。